はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、まあね、前回上げた動画でこっちのね、ポジション別のピックアップガチャ3種類出てるやつを引いて、初回1500をね3通り引いたんですけど、星3を引くことができなかったということで、まあちょっとねテンション下がってたりはしたんですけど、その後実はねレアガチャを引く動画を、レアガチャ引きながらね雑談する動画撮ってたんですけど、なんかね録画ミスしちゃっててそれ上げれなかったので、なんかちょっと間空いちゃったんですけど、まあテンション下がってたのも事実だけど、そこはまあやってはいますよっていう報告と、で今回動画にしたかったのは、まあイベントに関して、こっちのねスタミナゼロでできる挑戦の奇跡とかの方の話なんですが、一応自分はね無失点というかコンプリートできてるのは、8章までで、9章の新田くんあたりからちょっと失点が、避けられなくて、でまあ立花兄弟の花輪中の、最後のやつがまだクリアすらできてないよっていう状態ですね。試合に勝利もね結構ギリギリなんだよね、みんな星一つばっかりで。でまあここに挑戦中ではあるんですけど、挑戦の記録に関してはギリギリね2000枚を超えたっていうことで、これでね報酬と一応交換がね星4進化ボールとか星4、ランク4の限界突破ボールと交換できますよっていう状態になってます今で。6までっていうよりもやっぱりこの段階でね戦力強化できるとこは強化してきちゃいきたいなと思っていて、で限界突破もいいんだけど星4止まりのスキルがねまだ結構スタメンにあるので、星4スキル進化ウォールと変えるのもありかなと思ってちょっと今考え中ですっていうところかな、ここは。でね、星4スキル進化ボール1個は今持ってるんだけど、ガチャで新しいキャラできて出てきて引いた時にすぐ星5にできるように1個は確保しておきたいなと思ってて使わないでいたんだけど、まあここでもう1個手に入るなら、星4進化ボールで今持ってる星4止まりのスキルを何か進化させるのもありかなと考えていて、まあ候補で言うと手刀ディフェンスかファイヤーショット。でもシュナね、今一時的にベストメンバーからは外れているので、そういう意味では手刀ディフェンスなんだけど、ただゼロ祭りのね、若島津くんを引いたらね、ゼロ祭りの若島津くんのスキルすぐ星5にしてそれをつけるだろうし、もう片方はキャッチングがいいから三角蹴りキャッチを継続して使うかなと思うと、ちょっとね、手刀ディフェンスに今星4進化ボール使っちゃうの、どうかなと思ってて、まあそうなると南葛のデントリアもありかなとか思うんだけど、でもああいう高難易度のというかイベント戦でね、勝ちたいっていうか無失点とか狙いたいと思ったら、どっちかっていうとシュートよりもまあディフェンス寄りのスキルの強化をしたいかなっていうふうにも考えていて、そういう意味では荒波タックルだの二枚刃タックルだのこの辺のねタックル系とかを、星5にするといいのかなってことでね、結構ね選択肢多くて迷ってるんですよね。まあ二枚刃タックルなんかもね、ソーダくん自体は強いんだけど、ソーダくんの強い技あんまり持ってないぞっていうことで言うと、まあこの辺ちょっと結構有力かなと思ってたりします。でね、木杉くんに関しては息の合った連携プレーとかね、代表についたやつも星5にできるし、まあドリブル技もありかなとも思うんだけど、技能持ちの木杉くんね、パワータイプの。あの木杉くんの技能がね、シュート威力アップだから、まあ木杉くんはシュート技2個積んでる方が、技能とは噛み合ってるかなってことで、ここはちょっと今は考えてないかな。あとは、まあオーバーヘッドカットとかね、美咲くんも、なんだ、いいかなとも思うんだけど、代表美咲を持ってないから、小学生になっちゃうんだよね。だここもちょっと保留かなと思っていたりってなると、まあ、いい候補先がちょっとね、いないというか、まあ、二枚刃か、荒波か、
まあ首都ディフェンスか。ただ首都だとな、ゼロ祭りで絶対若島津くん狙うしなみたいなところで迷ってますって感じかな。まあ一応限界突破の方も見てみると、星4じゃない、ランク4で止まってるのはまあ岩石ドリブルとかなんだけど、でそう、立花兄弟のとこでね、岩石ドリブルがね、荒いスライディングで止められちゃうんだよね、コンボの起点にしたくても。威力今6500なんだけど、これちょっと4にしたら6600ってことみたいだけど、6500の今威力の岩石ドリブル使ってて、そうだね、立花兄弟のとこで荒いスライディングで止められちゃってるから、ここ育てるのもありなんだけど、一応ランク4のドリブル限界突破ボールは1個なんかのイベントの時ので持ってるので、ここをね、ここはさっきの奇跡、挑戦の奇跡のやつの交換の候補にはならないかなっていう感じかな。で、それで言うと、顔面ブロックとかを、ここ交換すれば、ブロック技の星4限界突破ボール交換すれば、5まで上げれるから、まあ、6330のブロックスキルが手に入るって思うと、それはそれで、なんだろう、無失点狙ったりするには、いいところなのかなって気もするんだけど、あとはどれだろうな。まあ、点取りミドルを上げるっていうのもなくはないけど、それだったら軟活の点取り屋を星5にしてレベル上げれるようにした方が育成のあれはいいかなとか思ってるので、ちょっとね、あ、あとね、なんだっけ、一番上か、一番上ではないな、あ、そう、三角蹴りキャッチがこの前ガチャから1枚出たんで、星4のキャッチの限界突破ボールと交換すれば、星4限界突破ボールを使ってここ突破して、6の方でこの間ガチャから出た三角蹴りを使えば7まで上げれるって思うと、あ、こっちの方がいいな。そしたらキャッチングの限界突破ボールと変えるか、さっきの、そっか、7330、今が6330だから、あ、そうだね、星の進化ボールと変えようかと思って迷ってますって話をしようとしたんだけど、そっか、今ので見るとちょっとキャッチングの星4限界突破ボールと変えた方がいいかもしれないな。そうだね、じゃあちょっとね、今回は、挑戦の奇跡、あ、挑戦の記録でね、限界突破ボールキャッチングの限界突破ボールと交換して育てることにします。あ、交換しますいいですかとかないんだ一発で変わるんだね。はい、じゃあ早速、どこだ、三角蹴りキャッチをね、今限界突破3段階目まで なってるんですが、ここを限界突破7まで上げれると思うので上げていこうと思います。合ってるよね、ちょっと使う順番ミスったらね、なんか大変だからね。はい、で5まで上げて、で6のところで、前回じゃないな、ちょっと前にガチャでレアガチャだな、確かレアガチャで引いてた三角蹴りキャッチを使って、ここも限界突破をして、で7段階目も限界突破してしまって、これで、三角蹴りキャッチに関してはあと2枚あれば、3回目までね、7500の、3回発動できるキャッチスキルにできますって感じでね。まああと2枚って思うと結構先は長いけど、まあでも6300の威力だったのが、7000まで上げれたので、無失点が結構狙いやすくなるんじゃないかな、これで、というところですね。うん、よそ見してていいのかい、ボールを持ってるのは俺だぜ。あとね、挑戦の奇跡じゃなくて中学生の方とかは、東邦学園がね、スピード属性なので、若島津くんパワーなんで、ちょっとやっぱゼロ祭りのね、技能若島津とかでも手に入れない限りはまあ厳しいかなといったところですね。こっちはこっちでね、勝てれば星4進化ボール手に入るので、まあ突破したいとは思うんですけどね。あとなんだっけ、サブシナリオの方の全国大会チャレンジに関しては、
星9で止まってるのかな。これもやっぱりねスピード属性なので、もうこれとかねすげえ欲しいんだけどね、なかなかキーパーの相性的に突破できないですねって感じのとこかな。うん、まあベストメンバー見るとね、フィールドのプレイヤー的にはテクニック多いのでスピードと相性悪くないんだけど、まあキーパーがね若島津くんを使ってるので、ちょっといやゼロ祭り来てくれ、そして引かせてくれっていうね感じになってます。まあただ今回のことで三角蹴りキャッチが結構強化できたので、今までよりね強い若島津くんになってくれたんじゃないかなと思います。ってとこかな、とりあえず。うん、まあまたね明日メンテナンスが来てガチャとかも増えると思うので、そのガチャ次第では、いやしかしゼロ祭りまで我慢するべきか、ちょっとね今回のポジション別がショックだったので、まあなかなか厳しいところではあるんですが、うん、まあスタミナ消費せずにね遊べるやつで結構、うん、強化ができたのは良かったかなと思います。よそ見してていいのかい。でスタミナ全般に関しては全部挑戦状に流しちゃってるので、スキップチケットで回してるから、その分ねあっちのスタミナゼロのやつで結構挑戦してたよっていう感じですかね。で挑戦状は2000枚は超えたんですけど、今ハヤブサシュートと変えちゃうよりもちょっと、まあ、確実に限界突破10までいけるようになってから交換するか、そこまで到達できなかったらちょっと挑戦状のメダル貯めといてもいいかなとも思うんですよね。まあ一応8月14日まで交換期間あるし、もしかしたらね次イベントとかで挑戦状ね、今まであったやつだと翼に行った石崎とかで来てたから、まあ他にもね新しい挑戦状が来る可能性もあるし、あとね石崎くんの挑戦状が来るなら顔面のね限界突破を進めるっていう方が有意義な気がするので、うーんそうだね、まあ無失点狙うにしてもシュートスキルの強化よりもまあブロックできればいいかなってことで言うと、まあ挑戦状ねまた他のキャラも復刻してほしいなと思いながら、一応今は新田挑戦状回ってるし、まあ3000溜まるようならハヤブサシュートの限界突破も考えるのはもちろんなんだけど、他のキャラが来るなら別のキャラを優先するかもしれないっていうのもありますって感じかな。うん、はい、そんなわけで今回の動画はこの辺で終わりにしようと思います。ではありがとうございました。はい。